こんにちは。6月の30日火曜日の日替わり竹部でございます。さて本日をもって6月相場が終了でございます。週の途中で、まあ明日からですね、水曜日から7月相場に入っていくわけでございますけども、明日ちょっと気持ちが早いかもしれませんが、明日においては日銀の短観が8時50分に東京時間発表されるというところで、この見解に関して以前申し上げさせていただきました。調査票などではおそらく株高円安が本年最高値だったところでの、まあ、指標というところでは意外と景況がいいんじゃないでしょうかねというふうにして申し上げたんですが、まあ、もちろん出てくるまではわからないというところでございます。で本日でございますけども、やはり注目いたしましたのは、こちら持っておりますのはギリシャアレクシー・ツィプラス首相でございます。ちょっとご覧になっていただければと思いますが、首相官邸というんでしょうかね、まあイケメンでいらっしゃるところでございますけれども、本日というんでしょうかね、30日、まあ、厳密にはちょっと時間軸がもっと前なんですけれども、ギリシャの首相においてはテレビに出演なされて、30日の支払い期限を迎える、国際通貨基金からの借金というんでしょうかね、返済金返せませんと、払えませんよというふうにして、ついにおっしゃいました。まあ致し方ないのかもしれません、分かっていたわけでございますけども、まあ、国民投票を今度7月の5日にするわけでございますけども、明確に正確にというんでしょうかね、正式にお金払えませんというふうにしておっしゃいました。ただしこのデフォルトという言い方、まあ、債務不履行という支払いできないよねという言い方もですね、これ厳密には国際通貨基金だけなんですよね。で、まあ、これでも、まあ、抗議の意味では当然デフォルト支払い不能という形になるんでしょうが、実際的にこの支払いのこう連鎖がというのは国際通貨基金だけがまあ泣くという言い方もちょっと変なのかもしれませんが、耐えるのは国際通貨基金だけという言い方になるので、まあ、過度な本日においてはもうすでにマーケットを織り込んでおりますので、急激な変動にはならないんじゃないかなというふうにしては見ておりますが、まあ、当然油断大敵というところになりますでしょうかね。朝方でございますけども、ニューヨーク市場関係者ともちょっとお話をしたんですけども、やはり、大丈夫だよと強気に見ていていると、まあ、私もそうなんですよ、強気に見ているというふうになっていても、マーケットもしくはマスメディアからのこうした不安心理というんでしょうかね、報道がなされると少し萎縮しちゃうなというような、見解を聞かされたところでございます。さてそこで今回でございますけども、返済できませんで警戒すべき通貨はというところでございます。実はこれ日足のチャートでございまして、後ほど改めてですね、15分足チャートでのユーロ円のチャートもちょっとご覧になっていただければというふうにして思うんですが、赤いラインの方がユーロ円、そして青い方なんですがトルコリラ円、こちらの方が相関係数が 0.795 と非常に高いというところをぜひお含み置きをしていただければというふうにして思います。まあ、そうした意味ではキーワードはトレンドという言い方になりますでしょうかね。相関係数上、まあ、かなり荒々の見方ですけども、ユーロ円上値が重いようですとトルコ円も重い、逆に言うとトルコ円が重いようだとユーロ円も重いという言い方になるのかもしれませんが、今般においては、6月の30日、16時にですね、トルコ、これも非常に地味だという言い方をしたら失礼かもしれませんが、貿易収支が発表というところなんですが、今後、7月の3日、まあ、今週末に向けてなんですけども、米国などがお休みですよねというところなんですが、7月の3日にはトルコの経済指標、消費物価指数だとか CPI、こうしたものが発表されます。実はちょっとだけ、マーケットの予想数値というのが消費物価指数などはマイナスなんですが、PPI などはちょっとこれ強気なのかな、まあ、この辺はちょっと非常に微妙なところでございますけれども、マーケットトルコ経済に当然ファンダメンタルズ反映してのトルコ円というところだと思いますが、ユーロ円とのこの牽引性というのも、微妙にですね念頭に置いていただく必要性はあるのかなというふうにして思います。で先ほど申し上げたように、返済できないよということは初めて公式に、おっしゃられたのがアレクシー・ツィプラス首相でいらっしゃいます、ギリシャの首相でいらっしゃいますけれども、ユーロ圏、まあ、とりあえず今月末の期限は延長せずに金融支援を終了というような状況になっておりますので、まあ、今後緊縮、財政緊縮策の賛否を問う国民投票までは、思惑だけでぐるぐる動いていくのかなというところだと思います。で日本円では基本的にこれもブログなどではご案内させていただきましたけれども、
大体40兆円ぐらいなんでしょうかね、ざっくりとですけども、こうした額、3月末時点で持っているギリシャ政府が抱える債務の残高、これをどういうふうにして返していくのか、もう基本的には緊縮財政でしかないとは思うんですが、ちょっと見方を強める、ちょっと違う見方をするならば、私は個人的にかなり厳しい言い方ですけども、学校の時にクラスのできない子だった私が言うのだから問題なのかもしれない、ある意味いいのかもしれませんが、クラスの問題児が出ていなくなると、そのクラスの評価点は全体的に上がっていくよねと、こういう言い方でご理解いただければと思います。あまりも明確に申し上げるとなんか叱られそうでございますけれども、要はギリシャが、そしてユーロ圏での立ち位置というところでここから手を切ると、私は基本的にユーロは反転していく可能性があるんじゃないかなと。そうした流れの中では出ていく出ていかない、とどまるとどまらないというようないろんな報道によって、ユーロが、上昇したり下落したりというような、動きが、7月の5日明け、国民投票ぐらいのところまでおそらく事前調査などもいろんな形であるでしょう、そうしたもので、ユーロ円の上昇、そしてそういう時にはトルコリラ円が大きくぶらされる可能性があるんじゃないかなというところで、今回警戒すべき通貨はというところで、ユーロ円の動きだからこそあえてトルコリラ円というところでご紹介させていただきました。はい、そしてですね、先ほど、ご案内させていただいたのが日足のユーロ円でございましたけども、こちらのは15分足チャートでございます。でこちらの方をちょっと、イメージ持っていただければというふうに思いますが、本日などは ドル円相場122円台の前半、押しとどまっているような状況でございます。個人的には122円、の20銭ないしは10銭、そして122円のちょうど水準、特にちょうど水準というのはオプションの設定観測やストップロスの設定観測がございますので、そうしたところをわざと恣意的に仕掛けられてぐっと下がればというところが、現状このユーロ円の方も円買いバイアスで釣られそうかなというふうにして、警戒してみておりますが、週初のこの大きなギャップのところというのはとりあえず一旦埋めた形になっているのかなと。そうなりますとこの137円水準なんですが、おそらく20銭水準ぐらいだったと思います。200日移動平均線が推移しておりますので、この辺を長期運用指針を目論んでいらっしゃる方がどのような形でユーロ円に取り組んでくるのかというのも、中長期そして短期筋と合わせてですね、ユーロ円の動きというのが、ピンチをチャンスに取り込んでくるような市場エントリーの方々が出てくるのかどうかというところも興味深く見ているところでございます。さて本日が火曜日の、ございますので、火曜日のテーマとして覚えたい外為金融用語はシンプルでございます。円安トレンドという言葉です。よく言います、円安トレンドがまだ続いてるよねとか続いてないよねという言い方なんですが、これが一番分かりやすいのかなというところで代表的な例としてご案内させていただきました。ドル円相場、長方形分析でと以前から申し上げておりますが、こうした動きの中でのドル円、超長期でのトレンドという言い方になってくるかと思いますが、ここでご理解をしていただければというのいうふうにして思いますのは、いやいやさっき武部122円だとかというところが崩れるとちょっとというふうにして言ってたじゃないかというのはご指摘あろうかと思いますが、かなり俯瞰的な見方で見ますと、これかなり荒っぽいというふうにしてこちらの方も言われるかもしれませんが、115円がだいたい真ん中水準ぐらいですので、110円水準でも割れない限りアベノミクスでの円安トレンドは続いてるんだねというようなかなり荒っぽい言い方ですけども、トレンドとしてはまだ持続してるんだというところはちょっとご理解していただけるんじゃないかなと思います。これがいきなり100円だ95円だとなれば円安トレンドは終わったねと、これ超長期での円安トレンドでございますけれども、終わったねという言い方になってくるかとは思いますが、基本的には、1円2円変わったところでまだまだ円安の持続性トレンドというものは、まだ右肩上がりで引き続き流れてるんじゃないかというところかと思います。そうなりますと、この超長期での円安トレンドの起爆剤になりうるというのが、こちらやはりイエレン FRB 議長の利上げがどの時期になされるのかというところでもう一回、転嫁される円安ドル買いのトレンドが転嫁されるというところかと思いますが、ただしこのトレンドというのも緩やかには上がっておりますので、期待値といったところでもせいぜい130円、135円、これは年初に申し上げたのとほとんど変わってないんですけども、そうしたところでのトレンドの持続性というのも見ていただいて、これは超長期観点でございますが、それも合わせてですね、短期ではどの辺で切り返すのかと、買いのタイミングはどこなのかというところで、マーケットを注視していただければというふうにして思います。
はい、週末に向けて、そして来週初に向けては継続してギリシャ動向が注目されるところかと思います。リスク管理の方は十分ご注意してお取り組みいただければと思います。そして明日の朝、先ほど冒頭申し上げましたけれども、日銀の短観発表もございますので、こちらの方では明日日本株式市場、そして円のトレンドが図られますよというところでございますので、こちらの方も十分ご注意していただければと思います。以上、6月の30日火曜日の日替わり竹部でございました。